えー、こんにちは黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はタイム感の解説をしていきたいと思います。よくリズムがトップとかボトムとか前乗りとか後ろ乗りとか、あとスイングしてるとか、えー、その跳ねてるとかっていう、そういうところの、えー、ちょっと抽象的で分かりにくいところをちょっと図式で徹底解説していきたいと思います。それでは始めていきましょう。 まずですね、これアートブレイキのシンバルレガートを家系的に取り出してみました。全部シンバルレガートだけっていうのがちょっとなくてですね、えー、仕方がないんですけど、えー、この辺ですね。えー、こういうふうに。えっ、ー、と、1拍目、2拍目、ここ2拍目ね、3拍目、4拍目というふうにこう書いてあります。これがメトロノームの要は均等なメトロノームだとこれですね。これメトロノームをこう入れてみました。均等なものね。そうすると、ハイハットの位置ってちょっとこう後ろにずれてるんですよ。 というわけでこう均等なビートを頭には体では感じているけどそこに対してどれぐらいずれてるかっていうことをコントロールしてるってことなんですね。でまずその1拍が 100m あったとしてそうするとちょうど半分のとこ 50m のとこね、えー、ここ 50m のところがちょうどこうイーブンと言われるリズムになります。で、ここよりも、えー、後ろだと、 この白が後ろにこう前が長くなってターカ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 ってなるとこう跳ねてるリズムがこう弾んだ。は トッコ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 ってこうは跳ねてる感じに聞こえるから跳ねると言います。で、これより前に行くと僕はシンコペ領域というふうに考えています。シンコペーションね。で、この真ん中のところが僕の理論でいうとこの、えー、中間動音ってやつの、ね、なので、これ跳ねていくとき、こっから後ろから全部これ動音になります。この中間までがね。これよりもちょっと前に行くとシンコペーションの領域になります。シンコペーションって誰かと,いうと、タターン、タターン、こう ターカ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 って跳ね方と違って、タター、これはシンコペーションっていう意味での跳ね方になるので、今回はここの形ではないですね。三連符のだから二個目も、これは跳ねる領域になるので、二拍三連っていうのはシンコペーションなんですね。一番最初頭でしょ二個目がこの三連符の三つ目になるでしょってことはこれは、えー、跳ねてる位置、シンコペーションする位置で、真ん中ここも、これは、タータっていうふうに、ツクタツクタっていうことで、真ん中よりも手前にあれば、こう、 ジャンプしてて一目にに向かうっていううっいい音に変わるということこですねで今回はこの後ろ拍のことなのでこのイーブンね。で、弾をこうちょうどここのど真ん中にやってみました。そうするとタッ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 タって音になるじゃないですか。はい。で、3連スイングのシャッフルっていうのはよく言われる、これがこう8本譜で書いてあるけど、前の音符がこの一拍目の頭で、えー ここのがちょうど3連の3つこの転生がこれ3連符とか3連符のここに来たやつこういうのをトゥーカターカターカターカとかスイングとかシャッフルというふうに言います頭の音符はそのままこう置いてあったとして後ろ側の音符がこの3連符よりまあずっと深いところに行くとこれは深い羽ね地になるわけですねこれあの井上弘明さんの えー、ジャズのりを科学するという本ですね。この本では、跳ね地って書いてあります。跳ね地は、えー、っと、僕は100メーターって考えてるんですね。えー、100メーターっていう風によく説明します。だから、この人は1で0.5っていう風にして、1泊を1として考えるんですね。なんで僕100メーターにしたかって、これ理由があって、生徒に100メーターの4分の1はって言ったら、25って答えるんですけど、1の4分の1はって言ったら、えっと、0. えっと、0.5。 いくつだっけみたいな子が結構多かったんですね。まあちょっとあの学力の低い子だったのかもしれないですけど。なので、100メーにすると大概の方が答えれるんで、100で考えて、1泊ごと100で考えます。この跳ね値っていうのはこの人の本では0.5から1になります。0.5よりも少なかったら後ろ側は跳ねないわけですね。6とか0.6、0.7、0.8。で、1になったらこれも跳ねなくなっちゃうわけです。もう次の拍に行っちゃうからね。だからこう、 跳ね値っていうのをこの0.5から1というふうに考えてあるわけですね。で、だからこの1に近ければ深くなるわけだし、0.5に近ければ浅い、浅いシャッフルになるわけだね。だから跳ね、跳ねが浅いよって言われてるってことは、この後ろの位置が3連よりも手前に来てる感じ。だから浅めのシャッフルにしてって言われたら、このあんまりこう跳ねないっていう形ですね。この深いっていうところはこれになるわけですね。遅れ値っていうのがあって、こう跳ねた状態のまま、 前の音符を後ろにずらしていくと、これは8分音符の、これはこのまま8分音符、これちょうどこの長さでちゃんと計算して書いてあるんで、そうするとこういう風にすると、遅れ値っていうのが0.5まであるわけですよ。つまりこ全体的にこれをどん,どんどん遅らしていくことができる。こういうことね、こういうことね、こういうことね、こうやって遅れていくっていうことね。こういう風に。で、この遅れ値っていうのが、こう、まあ、要はこれ遅れ値が0.5までいっちゃうと、後ろの音符が頭までいっちゃうから、 これっていうのは、遅れ値っていうのは0から0はまあ跳ねてなくてイーブンになるから0より少しに行って、こう、えー、この遅れ値が0だったら遅れてないってことですね。0から0.5まで最大8分音符の場合は遅れるっていうことができるわけですよ。で、この8分音符のこの幅も変わるから、このいろんな要素でこう人はいろんなこう跳ねてる8分音符を表現するんですよってお話なんですね。 ベースとの関係もちょっとあるんで、これがですね、えー、っと、僕シンバルレガートですね、だからこれちょうどこれアートブレイキーのアロングケームでベティっていうやつのシンバルレガートだけ取り出したのそうすると裏迫のレガートがちょうどですね、この辺にあるんですね。これ計算すると大体あのですね、フレームでこうやって計算できるんですね、この。そうするとちょうど0.8のところにあるんで、シンバルレガート5連符の5つ目のところにちょうどハマってるんですね。 この間ちょっと、まあ、あの、講義を一緒にしてたベースの方が、ええー、こう、16より絶対後ろに行かないっていうふうに言ってみえたんですが、これ、あのー、なんでだろうなっていうふうにいろいろ考えてみたんですけど、これって基準がどこかによって全然変わるんですね。で、何が面白かったかって、これ、ベースの音取ってみたんです。そうすると、アーロン・ケンペティってどっちかってベースちょっと遅れ気味に弾いてて、ドラムが前に突っ込んでるという、もう言えるし、ベースがちょっと後ろにいるとも言えるよね。だって ベースがちょっと後ろっ側にいる感じだなと思ってそういえばねベースのタイミング見るとほらずっとドラムのレガートとかハイハットよりもちょっとずっと後ろにいるわけですよそうするとベースが考えてる表の位置っていうのがここにずれると 自動的にやっぱ16分音符の4つ目ぐらいに聞こえるんだろうなっていうような感じですね。だから僕がやっぱり練習してるときにいろんな人のドラマーをコピーしてるときに特にブレーキは多いんですけどブレーキはハネ値が0.8この本でも書いてありますよね。えっ、ー、とこの本でもブレーキは、えー、とシンバル映画とのハネ値が0.8なので5連符の5つ目になるわけですよ。なので、えっ、ー、と5連符の5つ目っていうのが比較的え、えー、とエルビンとこのちょっとこうテンポが遅いとあのエルビンは 5連符の5つ目まではいかないんですけど、かなり深いところにレガートが来るんですね。で、そうすると大体5連符の5つ目で練習してると、まあ、無理やりそこまで、こう、後ろに引っ張ってあげると、かなりこう、レガートがこう、なんていうんですかね、ジャズっぽくなるというか、3連でやっちゃうとあんま3連っぽくないんですね。なんでその辺をですね、実際にじゃあ、聞いてみましょうということですね。これですね、打ち込んでみましたよ。えー、まずですね、えー、っと、 ライドがですね、三連符だった場合は、こうなる。高かった、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 高かった。これはですね、ところがこう、なんかイメージ的にこう、まあテンポが速いとそれなりに。聞こえるんですけど、これテンポすごい遅いと、今みたいに最初に百ぐらいで聞くと。ちょっとね、他の音を聴く比べるとわかるんですけど、十六分音符の四つ目にすると。 に対して3連だと、たタたたん、たタたたん。なんか、むしろブレーキかけられてるような感じがするというかね。で、なんか懐が深い感じがその16分音符の4つ目だったりするんですね。こっち側の感じね。5連符の5つ目っていうのは僕からすると比較的よくあるんですけど、タっタらー てこれはあの、ま、打ち込みの音だとちょっと音硬いんであれですけど、レガーとはたんたん、てん、かてんってやってると、これぐらいの深さに入ることが多いですね。エルミンなんかもこれぐらいの深さに入ることがすごく多いんで、テンポこれぐらいだとね、100ぐらいだとすごく多いんですね。ただその、ベーシストから言ってっていうところで考えると、ライドがですね、うんと、5連符のちょうどのところだとこれなんですよ。 ちょっと跳ね気味に聞こえなくもない。でも、あーあ、ちょうど深くていいなって感じ僕は思うんですけど、これライドだけ、えー、っと、ライドのハイハットの位置そのままでライドをちょっと前ずらすと、と、推進していくし、ちょうどこう、レガートの感じもこれちょうどね、 5連符の5つ目が16分音符の4つ目に入るとこ。要は、1拍目がね、こう、これです。なので、5連符の1、この、ここの16分音符の4つ目ってここなんですよ。で、今、この、ここの手前を前に突っ込ませたので、 そうするとベースはこの辺弾いてる感じで演奏すると16分部の4つ目みたいな感じに聞こえるんだなぁと思ってまあだからどこを基準に取ってるかによって本当に人は変わるんですけどドラマーで言うとやっぱ5連部の5つ目みたいな感じの人は比較的多いかなと思いますピーターソンの跳ね具合とかもそれぐらいの位置に僕いると思うんですけどまあちょっと測ってないんですけど全部これ今後ちょっと測っていくと面白いかなと思いますで例えばですねこのスイングしてるですね んとこうメロディーを加えてみるとですねこれ、えー、ともうちょっと速くしてみますねそうすると <music> この8分音符の多いリフをね有名なリフを持ってきましたがこれ3連で聴くと「<music> タタンタタタン」 なんか全然スイングしてる感じがしない。16の4つ目ぐらいだと。ってことは、ライドがトップに入った5連符だとちょうどこの16と同じだから、もっとスイング。ドラムが前に突っ込んでってくれるみたいな感じになるわけですね。で、これ、例えば、スイングのこの位置を、これをこの3連符のまま後ろに持っていくとですね。

あとスイングしないわけじゃないですか。なので、これをこの打ち込んだやつね。これイーブンでちゃんと全部同じ長さでこう打ち込んだんですけど、この打ち込んだやつを、これをそのまま裏っ側の位置がちゃんと、えっ、ー、と、三連、裏拍のちょっと深いところに入ると。ババババ 同じ、同じ、全くもの、同じものを後ろにずらしただけで、こうやってスイングして聞こえるわけですね。要は、だから相対的な関係なんですよ。だからドラムがすごく前にいるから、えー、メロディーが後ろに引っ張ると、こう、スイングする形になるわけですね。その時に、僕がまあ一番好きなのは、ライドがトップに入って5連符ぐらいのあたりだと、ドラムが全部こう、包み込んでる感じで僕は好きなんですけど、これテンポ速くなると、すごいいい感じ。 これがね、ま、あ16ぐらいの感じです。3年だとね、3年だとスピード感がやっぱない感じがするんですよね。こういうところら辺だと思うんですよ。なので、えっ、ー、と、ドラムだけ単体で撮ると、やっぱり幅を取らなきゃいけない。要は深いリズムってよく言われるんですけど、こう、ドラムがこう、 タン、タカ、タカ、タ,タ,タ,タ、一泊長いでーって言われるのは、一泊の前の長さをギリギリまでやっぱ取るってことですね。やっぱ5連符の5つ目ぐらいまで取るってことなんですね。アートブレーキはテンポですね。120ぐらいのところまでは、んとここに書いてあるんですけど、 遅れ値を全部、ドラムとかの遅れ値を全部書いてくれてるんですけど、えっ、ー、と、ドラムがやっぱり170ぐらいになると、それだと16分音符のちょっと手前ぐらい。だから 0. 遅れ値が、えっ、ー、と、跳ね値が0.73になってるんですけど、えっ、ー、と、アートブレーキはテンポ100ぐらいだと、えー かね値が0.8なので、5連符の5つ目ぐらいですね。なので16よりかなり後ろになりますね。16よりかなり後ろになってる人は、そうですね、ケニー・クラックとかもそうだし、フィリー・ジョー・ジョーンズもテンポが100ぐらいだと、えー、0.8に近い感じになってるみたいなんですね。なので、こう、テンポの形と。で、ハイハットは打ち込んでわかるんですけど、ハイハットって鳴ったところからリズムを感じとかがちょっと後ろなんで、ちょうどタイミングでちょっと僕は後ろ踏むんですけど、そうすると、ちゃ ててて聞こえてスピード感感がが上がるって感じですね。ハイハットもその、ハイハットの位置によっても違うって感じですが、ハイハットはすべてのドラマーが、そのレガートのタイミングよりやっぱ後ろにいたそうで、浅い感じって言われると、この、えー、この、ここが、 こここのの部分ががう、後、えー、後ろろ前にに行行くくとか後ろに行くですね。要は0.5が要は跳ねてない状態だから0.5に限りなく近いと浅いということで、えー、0.1に近づく0.8ぐらいまで行くとかなり深い跳ね地になるわけですねで表拍がこう遅れていくつまりこれ完全8分布に気ならずにやっぱりタカ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 って伸び縮みしてると思うんでそうすると、えー、0.1ぐらいで 遅れ値が0.1ぐらいで0.8だとかなり後ろが深くてちょっとレイドバックもしてるから8分音符っぽく聞こえるということですね。この辺がこういろいろ面白いんですけど、これなロック系でもやって,てですね、ターブパワー,ーの6個のベースのタイミングはですね、こう調べてみるとですね、こう、ここ見てもらうとわかるんですけど、これ、これ白の頭なんですけど、明らかにこんだけずれてますよね。ず毎回もう一定にずれてますね、これ。まあ、6個はすごいですね。だからこう、 タイムをこう取ってるところに対して、えー、こう、全体のタイムが聞こえてくるところにメトロノームを打つと、ベースがずっと常に一定、一定の間、こう、こう、後ろっ側にずっと発音してるってことなんで、だからこれは本当にこの、8文符きれいにイーブンのもの後ろっ側にずれてるんで、弾んで聞こえるんですね。で、この弾んで聞こえる感じっていうのがこれ、これがですね、いわゆるこの、ちょっとこう、この、これが、これが表だとして、レガートだとして、左手が、 これだと弾んで聞こえないけどこれがあると弾んで聞こえるって感じなんですがこれねデビッド・ガルバーディのバスドラムも同じ位置にあるんですよってことは誰も前に弾いてないのに要は比べるものが全くないのになぜ弾んで聞こえるかってとこなんですけどこれ多分音色なんですねだからこうこういうふうにいただくとこうまあここが頭に聞こえるけど でテイク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 みたいに聞こえる。っていうのと 同じ位置でも音色で弾んだ感じに聞こえさせることができるってことだと僕は思ってるんですね。なので、位置だけじゃないんですよ。だから音色の感じとかも全部うまくコントロールできるとこういうことができるんだなっていう風な感じでございます。非常に難しいお話ですが、えー、っと、明日やるですね、えー、っと、フットプリンツのレガートっていうのはまさにこの遅れ値を利用したものなんで、この辺のあたりを、えー、知っておいてもらわないとさっぱり理解できないって感じになってしまうので、要は弾んだ えー、弾んだリズムっていうのは要は音色でもできるしこう全体的な全員のタイミングによって起こることができるということですねなので、えー、このベースとの関係もあるしあのフロントとの関係もあるしあと音色のこともあるってことなんですねだからねこのこれを聞いた時にですねこれを見た時にですねまあこれだけじゃないなっていうところがこれはもう完全に音色だけしかタイミング取ってないんじゃないですかところがこうその こう音が発音されてないところにどう考えたってこのターボパワーはここ,こ,こ,に,あたこ,こにメトロノーム出さないとおかしく聞こえるんですよ。ね、こ,こ,にここが頭だなって思うところにメトロノーム出すとそこからに対してベースとドラムが全部ずれてる。ってことは誰もここのタイミングで発音してないのにここに聞こえるっていうところもあるんですね。 ここがものすごく音楽の深いところだと思うんで、えこの辺、えー、ものすごい僕も研究してるんですけど、まあ最終的に数値でやるもんじゃないんで、感覚でできるようになるもんだと思うんです。だけど、やっぱり仮説立てて広げていけば、もっともっと広がることっていうのは絶対あると思うんで、こういうふうな研究っていうのは僕はまあ好きなんで、えー、こういうふうなことを、えー、いつもお話ししてるわけですね。まあいろんな角度でいつもお話ししてますが、これデータまたあの、 お出しってまた面白いんであのいろんなところでハイハだけ撮るとか結構時間かかるんでねなかなかちょっと時間あるんですけどちょっとデータ集めてまたまとめてみたいなと思いますが、えー、ということでこのタイム感前乗り後乗りとか、えー、こうそうですねレードバックとかそういったお話のことを、えー、まとめてみました本日は以上になります、えー、今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください チャンネル登録の方もよろししくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討ください それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。